では今回の選挙戦への熱い思いを込めて3候補からこの戦いへの決意を表明させていただきます。まず1期4年の議員生活、大阪都構想の実現に向け東徹議員と共に歩んでまいりました片山一歩司会候補、どうぞよろしくお願いします。おはようございます。司会候補の片山一歩でございます。あっという間の4年でございまして、本日はまた総長にも関わらせます、本当にご参加いただきましてありがとうございます。私もこの4年間を振り返ってみますと、やはり市長橋本徹、知事松井一郎が誕生したところからこの大阪の改革は始まりました。しかしながらさまざまな改革、厳しい改革をしたことから一部には厳しい ご意見いただいております。しかしながら皆様にご理解を得て大阪の改革をやっていかなければならないというふうに大阪維新の会は考えております。維新の会発足以来の目標でございました大阪都構想につきましても、やっとこの5月17日には住民投票できるわけではございますが、昨年の夏におきまして本当にこの都構想実現できるのかどうか本当に心配な状況でございました。しかしながら皆様の署名活動などのさまざまなご協力によりまして、この住民投票なんとか公明党という形の協力でやることができました。しかしながらこの公明党にいつまでも協力を得なければ前へ進まなければ進めることができないと、こういうことではダメでございます。そのためにはやはりまずトップ当選目指して、この住之江区で私は前回は2位当選でございまして、トップの公明党には1万4000に対しまして私は9500ということで、まだまだ全然足りない状況ではございますが、今回はこの強い住之江におきまして、まず大阪の中でも一番強いこの住之江がトップ当選を取って、それでこそこの大阪の改革進んでいくわけではございます。今回そのためには皆様のご協力ご支援ぜひとも必要でございます。皆様にぜひご無理ではございますがいろいろお願いいたしまして、私のご挨拶をさせていただきます。本日はありがとうございました。続いて子どもたちの未来を見据えて次世代のために自身も現